動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。今回はスシローさんにやってきました。もう10月1日からお皿の値段が3種類になるということで来ております。で、今回はもう価格改定前の大盤振る舞い第5弾が9月14日からやってて、もうついにラストということで、今回もう急いで来ました。ガブリチキン美味しそうで、桃のパフェがあったり、焼きアゴの塩ラーメンがあったり、あとこっちすごい天然インドマグロ7貫食べ比べ美味しそうで、今回はもう100円ラストということで、100円祭りのネタを中心に100円の皿のみ食べていきたいなと思います。いつかまた100円に戻る日が来てくれたらすごい嬉しいです。はい、ということでこちら100円祭りのネタ、大喜利平政、そして後ろにわさび、はい、でこちらが牛塩カルビ100円、でこちらがマーラー風味赤エビ揚げ、でこちらが天然インドマグロたたき身包み、身包み、身で挟んでますね。でこちら数の子、お正月以外でなかなか食べない。でこちらビントロ、ビンチョウマグロではないです。でこちらが縁側、めっちゃオーバー挟まってます。でこちら国産生ハム、ガーリック醤油、でこちらが生のサーモンとなっております。わーい、ということでいただきます。でまずは大喜利平政からいただきます。醤油を垂らして食べていきたいなと思います。美しい。ということで一口食べますと、最初からめっちゃ美味しいってことで、コリコリ食感で、ほんと噛めば噛むほど旨味が出るっていうやつでした。最高です。で次が生サーモン、普通のサーモンとはどう違うんでしょうか。今調べたら一回もなんか冷凍とか加熱がされてないサーモンを生サーモンというそうです。めちゃめちゃ美味しかったです。さすが生、とろっとろで臭みもなくて超美味しくて最高でした。でこちらが牛塩カルビ、めっちゃくちゃもう焼肉って感じでした。もうなんか炭火で焼いて焼肉乗せたって感じで、すごい美味しかったです。もう香ばしい香りがもうすごい素敵でした。うましです。でこちらがマーラー風味赤エビ揚げというものです。もうすごい綺麗なエビです。ちょっとシャリが崩れました。でこちらも一口食べますとシャキーンってなりました。すっごい味付けもすごい美味しいし、エビの食感もプリプリ食感で、すごいあの味も美味しかったです。うましです。でこちら天然インドマグロたたき身包み、ちょっと非常に言いにくいネーミングですね。はい。で、この上に乗ってる卵とマグロ、トロトロになってもめっちゃこちらも超美味しかったです。なんかグーしてます。こちらめっちゃおすすめです。で、次が縁側。僕縁側めっちゃ好きです。でも縁側にこう、なんでこうシソが入ってる時が多いんですけども、なぜだろうといつも思うんで、ちょっとシソだけまず食べて、縁側オンリーでいただきます。そのままの縁側が好きということで、数の子こちらも取ろうとするとあってなりました。でも鰹節が中にいるのを気づけてよかったです。でこちらの数の子も100円なんですけども、非常にうまかったです。100円でこの数の子2貫食べられるのめっちゃいいなって本当思います。僕年末、去年か一昨年か忘れたんですけど、数の子の塩抜きの知識がなくて、そのまま買って食べれると思って、めちゃめちゃしょっぱいのを食べた記憶があります。皆さんも気をつけてください。お前しかやらんわってことで、次がビントロです。ビントロはビンチョウマグロのトロの部分だそうです。でこちらもすごいねっとりして柔らかくて、すごい脂もなんかそんなくどくなく、さっぱり美味しゅうございました。美味しいって顔してます。で次が国産生ハムガーリック醤油。なんかすっごいおしゃれな見た目をしております。で、上にはリンゴが乗っています。こちらも一口で食べるともなんか噛み応えがすごくて、ちょっとなかなか噛み切れないぐらい
噛み応えがあって、噛めば噛むほどこの生ハムの旨味が出てきて、ひたすらあの生ハム食べ放題行きたくなりました。美味しかったです。で、次が好きなもの頼んでいくんですけども、まずはハマチ。ハマチ大好き。このマグロユッケ、こちらも好きでいつも頼んでる気がします。で、炙りサーモンバジルチーズ、サーモン大好き。で、これちょっと炙り醤油ビントロだと思うんですけど、ちょっとメニューに載ってなかったです。で、生ハムアリオリソースがけ。で、こちら醤油で炙ったビントローだと思います。で、これも何もつけなくてもすごい醤油の香ばしさがあって、醤油の味もしっかりあって、めっちゃ美味しかったです。で、こちらちょっとあのホームページ見ても、あとあの僕が動画で撮ったメニューの部分見てもちょっと見つけられなかったので、ある時とない時、あとは店舗によってちょっと変わるのかもしれません。あったらぜひ食べてみてください。で、お次が炙りサーモンバジルチーズ。すっごい横文字だらけ。でもこちらもめっちゃもう美味しかったです。もうチーズとバジルとサーモンで、そして炙ってるということで、もう顔がやばいことになっております。本当もうやっぱチーズってもうただでさえ美味しいのに、もう炙るととんでもなく香りが良くて美味しいですねって改めて思いました。ということで、ハマチ。めっちゃ肉厚です。僕の中学校の時にハマチっていう友達がいましたね。すごいテンパで、あの研究で爆発したみたいな髪の毛になってました。はい、それは置いといて、あの身が、こちらのあの魚のハマチさんはあの身がコリッコリで、本当もこれでもかっていうぐらいコリッコリで、めちゃくちゃ美味しくて本当に最高でした。超好きです。で、こちらサーモン、こちらちょっと奥さんと行ったんですけど、サーモンくれたんで食べました。で、生サーモンでなくても、この通常のサーモンでもすごい美味しかったです。すごいもう柔らかくて、もうトロットロでした。もうサーモン最高ですね。で、生ハムアリオリソースがけ。すごいいっぱい玉ねぎも乗っております。おしゃれです。で、アリオリソースっていうのは、ニンニクやオリーブオイル、卵黄を原材料にマヨネーズの製法と同じように、オリーブオイルと卵黄を乳化させて作ったものだそうです。すごいあの美味しかったです。生ハム、玉ねぎ、最高でした。うまい。こちらマグロユッケ卵黄醤油というものです。こちら毎回頼んでるんですけども、今回なんか前と味付けがなんか変わったような気がします。なんか酸味が結構強くなって、なんか味のパンチがちょっと減ったような気がします。前の方が好きでした。個人的には。完食。ということで次が、炙り生サーモン。生サーモンただでさえ美味しかったんですけども、今回は炙りでいただきます。今回これでフィニッシュお寿司です。でもこちらの炙り生サーモンももうめちゃめちゃトロットロで、も超美味しかったです。とろけるってなりました。本当もうどのお寿司もとても美味しくて最高でした。完食。ということで今回は1貫のものも多かったんですけど、15皿食べました。ということで、私、皆さんが食べに行く際の参考になるような動画をこれからも楽しくアップしていって、チャンネル登録今年中に5000人を目指しているので、高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。今回もスシローさんめっちゃ美味しかったので、100円のうちにぜひスシローさん行ってみてください。ということで、ごちそうさまでした。